桜井舞は日本のプロレスラー、女優である。愛称は舞イパン、白米。東京都出身、千葉県育ち。株式会社ミューズ所属。2021年8月13日よりスターダムへ参戦。得意技はビッグブーツ、エルボードロップとスタナー。品川女子学院中等部、高等部卒。フェリス女学院大学国際交流学部卒。 福岡にも居住。K-POP 好きで、韓国の理科女子大学の語学堂へ留学の経験も、少女時代と二重が好き。役者として活動中に、アクターズガール Z 代表の坂口啓二から誘われ、プロレスデビューを決意。アクターズガール Z を退団後は、もっと強くなるために、スターダムへ参戦する。ニックネームのマイパンの由来は、プロレスを始めた当初は 45kg しかなく、 全く、プロレスラーのように見えず、プロレスラーというよりは、女子アナのような風貌だということで、女子アナの霊霊パンというあだ名をもとに、桜井舞の、舞に、パンを足して、舞パンとなった。白舞の由来は、もともとの黒のコスチュームから、スターダム参戦時に、白のコスチュームへ変更し、自身のことを知らないと記載した際に、白舞って、白舞と読めるということから、自ら、 白米と命名。毎晩も本来は女子アナのパンから来ているが、ミスフラッシュ2022オーディションのマシバラ内で販売しているグッズの T シャツには食パンのイラストを描いており、ニックネームはパンと米という食べることが好きなことが伝わってくる形となっている。極楽とんぼ、山本慶一がメイン MC をしている番組に、 レギュラー出演している縁で山本慶一が運営している YouTube チャンネル極楽トンボ、山本慶一イチョンチャンネルに出演。出演当時はヒールレスラーとして活動していたが、正座をして食事をするなど育ちの良さや人の良さが出ており、真面目で礼儀正しいレスラーとしてギャップをいじられる。その後も極楽山本、ロンブースケのありがてな TV の番組内で、 レスラーとしてのポジションと人の良さのギャップをたびたびいじられる。クールな見た目とは反して、実はポンコツなエピソードが数多くある。思ったことをそのまま口にしてしまうことがあり、先輩レスラーの本またへのことを本人の前でおしゃべりくそ野郎と言ってしまうなど、天然なところがあるが、本人には悪気がないからかその場は笑いに包まれることが多い。ありがとうございます。